里崎チャンネル。ジョブ。こんにちは。さあ昨日の動画ね。はい。まあ、昨日か一昨日なのか分かりませんけども、はい、どうでしたか皆さん。うん、ね、この初めて取ったことある選手が誰が取るのかっていうね、はい、里崎的にはもう大穴というね、ちょっと表現悪いんですけど、はい、予想っていうところでやってますけども、うん、でもみんなあるあると思ったんじゃないですか、うん、可能性はあるよね、山は高いけどね、はい、続いては今日はつってセリーグ編です、はい、セリーグもね、はい、みんなで里崎チャンネル的に考えて、はい、初出場する選手はこの選手だっていうね、はい、予想を出していきますけど、はい、まずはキャッチャーから、はい、キャッチャーは、うん、あ、キャッチャー誰がいるんですか。去年が大城選手、はい、その前が3年間相澤選手、うん、で石原選手、中村雄平選手、その後これ何年だ、 1,2,3,4,5,6,7,8 年連続阿部選手ですね。あ、そうなんですね、はい、まあ、ということで、はい、初受賞、うん、キャッチャーはこちらです、はい、阪神梅野。いや、梅野が取ってないのよ、うん、でゴールデングラブ賞は3回受賞してるんだけど、はい、うん、ベストナインまだ取ってない。これ全然あるんじゃないですか。普通にあると思う。しかもね、うん、阪神強いし、はい、多分今年ね、はい、そういった面では初受賞、うん、あるんちゃうかっていう。いや、もう普通に予想しても梅野選手っていう人いる気はしますね。そうそう、だからね、うん、多分見た人思うと思う、はい、まだ取ったことないんだよ、はい、まだね、うん、まあ、その相澤が強かったっていうのもあって、はい、去年ね大城が打ったっていうところもあるんだけども、まあ、その中で、はい、梅野がねやっぱ筆頭じゃない、はい、これはもう大穴とかじゃなくて、うん、本命来るかもわかんないね。そうですね、うん、でもまだ取ったことないからね、はい、里崎チャンネル的には初受賞を狙うっていうね、はい、ところなんで、うん、で続いて、はい、ファースト。ファーストファーストも激戦じゃないの。ファーストは、去年村上選手、うん、でビシエド・ロペスで新井貴弘選手、うん、畠山選手、ゴメス・ブランコ、栗原健太選手とか、ね、外国人多いのってやっぱホームラン多いね、うん、でもねファースト初受賞、はい、こちらの選手です、はい、クロス、広島、新外国人。おー、新外国人いっちゃいます、うん、結構ね、はい、取ってる人が多いんだよ、はい、ファースト、うん、だってまあ、外でしょ、はい、まあ、外も外野で取ってる、はい、でもしヤクルト、まあ、新外国人来なかったら内川でしょ、はい、内川取ってるじゃないですか、うん、でビシエドでしょ、はい、で去年村上選手、うん、村上でしょ、うん、だから結構、うん、ファーストみんな取ってて、はい、で阪神とかでマルテとか、うん、で まだ誰が守るかもちょっと分かんないし、はい、DeNA は外だし、うん、はい、で巨人は今秋広が出てたりとか、はい、行くかもしれないです。いや、まあまあそうだけどね、うん、ちょっと夢馬券すぎるよね。まあそっか、まあそうですね、うん、スタメン勝ち取れるかってことですからね、そうそうそう、うん、でなった時に、はい、もうこのクロンに期待したいかなと、はい、やっぱパンチ力がえげつないから、はい、うまくエルドレッドのような活躍ができて、うん、はい、ドシッとクリーンアップに座れれば、うん、もうワンチャンあるよね。ありますね、うん、はい、まあね、ヒットはビシエド外かなっていうところはあるけども、うん、まあ、そこでね割って入るだけの力はあるんで、はい、まあ、ここからね日本のピッチャーにどこまで対応できるかっていうところはありますけども、ひょっとしたらっていうね、はい、あとね今思ったんですけど、はい、視聴者の皆さんね、うん、そいつはないやろっていう意見は、はい、この動画にはもう本当に無駄な意見、はい、だってそれを根底の中喋ってるからね。そうですね、うん、だってもう多分大本命はこういうね壁の高い人がいるけれども、うん、ひょっとしたらあるかもっていうやつ出してるから、はい、撮るやつ言ってるわけじゃないからね。そうですね、この動画はね、はい、そこら辺を確認しながら、はい、見てほしいですね。そうですね、はい、撮ったことない人挙げてますから。そうそう、で続いてじゃあセカンド、はい、セカンドは吉川、巨人です。いや、まあ巨人強いですし、一本立ちできればね、うん、本当にチャンスあると思うのよ、はい、だってセカンドやばいんだよね。いや、そうなんですよ、もう菊池山田、菊池山田なんですよもう、それあれ、もうお笑いコンビみたいな菊池山田みたいなそうですねいや、この二人がちょっとね、熱いですね。そう、もう強い、これもね、うん、山は高いよ、高すぎますね。でもね、その風穴を上げるのはね、吉川頑張ってあるんじゃないのかっていうね、うん、まあ、去年も終盤ね、この巨人のレギュラー争いの中で、はい、しっかりと勝ち取ったっていうところもあるし、うん、このね、風穴を開けるには、はい、やっぱ吉川がね、来れば守備もあるんでね、はい、面白い存在になるんで、うん、そこら辺ではね、頑張ってもらいたいですね。はい、ありえます。はい、じゃあ続いてサードです、はい、サードは、うん、ちなみに、あ、サードはですね、うん、岡本、高橋、周平、宮崎、村田修一、川端慎吾、ルナっていう。ああ、こちらも強豪、はい、でもこの人忘れてます、はい、大山、阪神です。いや、取れそうじゃないですか。あるのよ、これも、うんうん、去年もね、はい、岡本にね、ちょっと負けましたけど、はい、あるのよ、大山、うん、取れそうです。まあでも高橋周平もいるし、うん、で岡本もいるし、はい、そんなね、
簡単な山じゃないけど、うん、あるのよ。あります、うん、まあ、確かにね、岡本選手もね、そうそう打つんでね、かそう簡単に取れるかどうかっていうのはあるけども、はい、でも全然チャンスあるから、はい、大山にはね、初受賞頑張ってもらいたいですね、はい、で続いてショートです。ショート、ショートもなんか壁高いんですよね、セリーグ。そうですね、うん、もうほぼほぼ坂本選手ですよねで田中康介選手が入ったり、うんうん、その前は鳥谷選手でしたね。あ、壁高い、はい、その中で、はい、この刀を開けるのはこちらです、はい、強打です。中日いける、いける。だってね、うん、ゴールデングラブも取れなくてね、うん、打たなきゃって言ってるのも言ったし、はい、そのね意気込みを成績に残すだけなんだよ、うん、はい、うん、これはもう頑張ってほしいよね。そう、坂本選手、いや、こう失礼かもしれないけど、こう崩す存在っていうのが現れてほしいですよね。強打がベストナイン取ったら、うん、優勝よ、はい、ドラゴンズは。おそれぐらいの価値ある、うん、はい、だから頑張って ね、うん、坂本の。だから坂本も途中ね、田中康介とか、うん、負けてるからね。そうなんですよ、そうですね、うん、3年前は2017年は田中康介選手だから、そこをね、はい、強打が打ち破ればね、ドラゴンズの優勝もあるんでね、うん、頑張ってもらいたいですね、はい。続いて外野です、はい、セリーグの外野はどんな感じですか。セリーグはですね、強い人いるもんね、鈴木誠也さんが、まあ、2人も、丸選手と鈴木誠也選手はもう何年、1,2,3 5年連続2人やってるんですよ。強い強い。であと1人に、まあ、去年は佐野かな、はい、うん、でその前が外野で外選手が入ってる、うん、でその前が筒香選手でした。あ、それも敵強いね。そうですね、やっぱタイトル絡まないと取れないもんね、はい、外野はね、ホームラン王とか打点王、首位打者とか、うん、その中で風を投げるのはこちらです、うん、まずは近本、はい、いけそうじゃないですか。いけるよ、うん、しっかり盗塁を取って、はい、しっかり活躍したところを見せれば、うん、だってもう近本ベストナイン取ったら優勝じゃない、はい、そうですね、いや阪神強いですねそうなると、うん、ありえる。だってそしたらよ、うん、梅野、大山、近本、いや優勝した際には3人あるね、ある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 、初優勝、うん、みんな、うん、優勝したらベストナインなのか、はい、この3選手がベストナインの活躍したら優勝なのか分かんないけど もでもあるね、もうそう、ここセットだね、はい、あ、 ね、ある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 。続いて、はい、こちらです、うん、阪神佐藤、いや、ありますね、これで、パリーグの藤原と一緒で、はい、夢です、はい、でも可能性ある、いや、これるこの4人入ってきたら、はい、日本一です、はい佐藤くん、ね、もう開幕スタメンで活躍したらあると思うんですよね、うん、ある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 、ベストナイン、うん、普通に、はい、いや、これはそしたら強いよ、うん、強いですよ、阪神、だから藤原と、うん、ロッテ藤原とこの阪神佐藤くんはもう夢的に頑張ってほしいなっていうね、でひょっとしたらあるんちゃうかっていうね、うん、夢までいかなくてもある気がしますよね、ある気がします、はい、まだでも佐藤君の場合はプロで1年間やってないからね、はい、確かにそうですねまだスタメンかもまだ分かんないですね、そうそうそう、はい、ずっとね、はい、でも期待値はあるですね、まあ、期待したいですよね、そのぐらい楽しみです、はい、で、うん、もう一人がこちらです、はい、広島西川選手です。お、まあ、昨年怪我もあったんですけど、怪我さえなかったら、うん、まあ、優位3割も打てるし、うん、活躍はできると思うんで、はい、そのベストナインに入ってくる能力は、うん、必然的にあると思うんですよ、身体能力がめちゃくちゃ高いってね、うん、だから怪我だけがね、うん、ちょっと心配ですけど、はい、うん、ベストナインには全然頑張れば入ってくる選手だと思うんで、はい、初受賞期待したいですね、はい、であとはですね、うん、ちょっとセ・リーグ付属があります、はい、ちょっと外国人問題っていうのがあって、うん、来日できたら早めに DeNA オースティン、はい、ああ、そうですね、だって去年半分の出場試合数しか出ないのに、うん、20本ホームラン打ってる、はい、これも1年間働ければ、うん、もうベストナイン楽勝で入ってくるのよ、いや楽勝だな、だって外オースティンで80本だからホーム、はい、そうですね、うん、そしたらもう必然的に、はい、もう DeNA は A クラス行くし、うん、もうオースティンはベストナインになるから、はい、このオースティンがね、いつ来日するんだ問題あるのよ、いやもうどこの外国人も結構それありますね、うん、だからこれオースティンはもう早めに来日できれば、うん、オースティンベストナインっていうのも十分考えられる、今ちょっと間に合わないんじゃないかっていう、そうなんですよ、そうなんですよ、だからどこら辺がね、うん、ちょっと緊急事態宣言も伸びましたし、はい、そこら辺がね若干気になるところではありますけど、はい、来日さえできれば、はい、オースティン初受賞、まあ、セ・リーグは、うん、あとピッチャーだ最後、あ、はい、言ってなかった、はい、ピッチャーはこちらです、はい、森下です、取れるんじゃないですか、いやチャンスあるんですよ、去年もねいい形で最後ね投げましたし、はい、まあ、新人王も取りましたし、うんうん、しっかり2年連続ね活躍した姿が出れば、うん、ベストナインね十分チャンスあると思うんですね、はい、ただ10億円選手作るのに、うん、
森下森下森下ってなんで森下取らないんやっていうコメントいっぱい出てましたもんね、はい、私考えてたんですよ、うん、3人で迷ってるって言ってて、うん、山本由伸投手と森下選手あと大瀬良選手で迷ってたんですよ。後付けじゃないですよね。いやちゃんと私の紙には書いてました。怪しいですね。最初に3人って言ってるんですよ動画の中で。大瀬良選手は言って言うの忘れましたあのコメント見てあちゃんと言っとけばよかったなと思いました。あとなんかコメント欄に、はい、山岡は年俸下がって8500万ですよっていうのもあったんですよ。あ、ありましたね、うん、あの本が間に合ってなかったそうですね。だから、定義上8500万になります。はい、はい、まあ、10億円はね、うん、過ぎてないんでね、はい、で8500万からどんぐらい上がったんですね。はい、はい、でもこのこセリーグも2人ぐらいは選ばれてほしいな。どこのチームでも本命は梅野大山はあるんじゃない。ありそうですよね。うん、全然ある、うん、近本選手とかも入りそうな気もしますし、でも鈴木誠也丸が高いから ね、1個しかないっていうね、はい、ところでオースティンが40発ぐらいホームラン打たれて終わるじゃん。あ、そうですね、うん、でもチャンスは全然あるね。近本だ、近本大山梅野はいいね。チームがどのぐらいの位置に行くかっていうのにもよってきますよね。あとあのセパともにね藤原佐藤君のね、うん、はい、この2人もあ注目して、だから、まあ、4人入ってほしいですね。な、4人いきますかね。これも、まあ、入ったらすごいことだからね、はい、強靭なライバルたちをね。ただ毎年そのじゃあ同じ人だったって年ってないわけじゃないですか、うん、だから誰かは入れ替わるじゃないですか、うん、ってことはありますよ。そうだね、うん、だから巨人の大城がね初受賞したように、はい、初受賞ね、うん、あるかも分かんないで、まあ、はい、またオフが楽しみですね、はい、まあ、答え合わせもね、はい、しっかりしますんで。じゃあ目標4人でいきますか。目標4人、はい、2人ずつ2人ずつ入ってほしいですね、はい、じゃあ、はい、本間さん、セリーグの選手たちにもまた考えてなかったよー初受賞を狙うセリーグの皆さん取れるよ。